ソウル市庁舎韓国の地方自治では、大韓民国における地方自治の詳細について取り上げる。1948年7月17日に制定、交付された大韓民国憲法の96条と97条で、地方自治は明記されていたが、李正万大統領の反対で実施が見送られていた。その後、1952年に、 初めて地方議会議員選挙が行われたが、同年に行われた大統領選挙において、地方議員を通じた大統領支持勢力を確保するために行われたものであった。1960年4月の学生革命によって、李承晩大統領が退陣した後に発足した第二、共和国において初めて、ソウル特別市、同、市有 面の主張と議会議員を選出するための選挙が行われ、地方自治が本格導入された。しかし、翌61年5月の軍事クーデターによって、地方議会が解散され、主張も任命制になったことで、地方自治は中断された。以後、第五共和国時代の1984年11月に、政府が一部地域における地方自治実施を模索したが、 1987年6月の民主化の過程で立ち消えとなった。1987年6月29日に発表された民主化宣言には地方自治の実施も盛り込まれ、2年後の1989年に与野党間で地方自治実施が合意された。そして1991年に地方議会議員選挙が実施され、地方議会が復活。 4年後の1995年には、地方自治団体庁の公選も実施されたことで、地方自治が1961年以来、34年ぶりに完全復活した。1948年7月に、制定、8月に施行された大韓民国憲法に、基づき、1949年7月に、地方自治法を制定した。地方自治法では、 広域自治団体として、ソウル特別市と道が、基礎自治団体として、市と、有それに、面が設置され、それぞれ任期4年の議会を設置すると規定されていた。そして、ソウル特別市と、人口50万人以上の市では区を、道の下には軍を、市、有面及び、区の下には、ほらと里がそれぞれ設置された。主張については、ソウル特別市と、道は、 大統領が任命、し有面は各地方議会の議員による投票で選出された。その後、1954年の自治法改正で市、有面の首長選出は住民による直接選挙となったが、1958年の第四次改正で再び任命制となった。1960年4月の学生革命後の 第三次改正憲法において、地方自治団体長の選任方法は、法律で持って決定し、少なくとも、市・有・面の長はその住民が直接これを選挙すると、定められ、市・有・面の主張の住民公選を憲法で保障し、地方自治をより強化した。しかし、翌61年5月に発生した、軍事クーデターによって、地方議会が解散された上、 同年9月1日に制定、交付され10月1日から施行された地方自治に関する臨時措置法によって、従来からの地方自治法はその効力を停止され、地方行政は、感知的性格が強い制度に改められた。また、基礎自治団体としての、優と、面は廃止され、新たに、市と、軍が、基礎自治団体となった。市と軍には、国家公務員が配置され、 主張は任命制となった。1962年12月の第5次憲法改正では、地方自治団体の権能が大幅に制限され、不足によって、この憲法による最初の地方議会設置時期については、法律で定めると規定されたことで、地方議会の設置も先延ばしされた。その後、1972年10月の初位、10月維新。 の後に行われた12月の第7次憲法改正の不足で、この憲法による地方議会は祖国統一が成し遂げられるまで設置しないと規定されたため、地方議会の設置は事実上閉ざされることとなった。1979年10月の北世紀大統領暗殺事件以後、1980年10月27日に第8次憲法改正が行われ、 地方議会設置時期に関しては、不足第10条で、この憲法による、地方議会は、地方自治団体の財政自立度を勘案し順次、設置することとするが、設置時期は、法律で定めるとされた。これに従って1984年11月23日に、与野党は、1987年上半期までに、適当な一部地域で、 地方議会を一時的に構成し、条件が整い次第順次拡大実施することで合意し、地方議会が復活する機運が生じてきた。1987年6月の民主化宣言に基づいた同年10月29日の第9次全面改正で大統領直接選挙制を軸とする民主化が実現した。この流れの中で地方自治復活の機運も高まり、 1988年4月6日には、地方自治法が全面改正され、これまでの臨時措置法は廃止された。この時の地方自治法改正では、地方自治団体長の公選制が明記されたほか、特別市と直轄市に基礎自治体としての自治区が設置された。また、地方議会議員選挙法も制定され、1989年4月30日までに、 市、軍、自治区の議会を構成。し軍、自治区の議会が構成された2年以内にし、道の議会を構成することも定められた。しかし、第13代国会構成に伴う政治情勢の変化で、選挙の実施は大幅に遅れた。その後、1989年の定期国会にて、地方議員選挙は1990年上半期以内に実施。 団体長選挙は91年上半期以内に行うことで合意がなされたが、地方議員における政党推薦問題で与野党間の折り合いがつかず延期された。90年11月17日、1、地方議会議員選挙は1991年上半期に実施、2、団体長選挙は議員選挙後1年をめどに実施する、3、政党候補もは、 広域議会のみで許容することなどで与野党が合意。1991年3月に基礎議会、6月に広域議会の議員選挙がそれぞれ実施され、地方議会が61年以来30年ぶりに復活した。自治団体長の公選制は4年後の95年6月の第1回地方選挙から実施された。地方自治法については88年の 第六次改正以降、法適用過程における問題の解決や、司法文献の流れを受け2007年までに、合計31回の改正が行われてきた。一連の法改正で、従来からの市と軍を統合した、津の副合計大使の設置、直轄市から、広域市への名称変更、住民直接発案制導入、住民召喚制度導入、 人口50万人以上の市における行政範囲を拡大する特例規定、特別自治道の設置など住民自治を充実させるための制度が盛り込まれた。韓国における地方自治の構造は広域自治団体とその下部に置かれる基礎自治団体の二層構造となっている。広域自治団体は基礎自治団体では処理できない事務や複数の基礎自治団体にわたる。 広域事務を処理する大規模自治体である。大韓民国建国当初、広域自治団体は、ソウル特別市と旧道の10カ所であったが、1963年に、富山市が直轄市に昇格、1981年に、手具市と似川市、86年に、甲州市、そして89年には、大田市がそれぞれ直轄市に昇格した。 1994年12月の司法自治法改正に基づき、翌1995年1月から直轄市の名称は広域市に改められた。その後、97年にウルサン市が広域市に昇格したことで広域自治団体は16カ所となった。その後、2006年にシェジュ道が特別自治道に移行、2012年には 清掃特別自治市が発足した。これにより2013年現在における広域自治団体はソウル特別市、清掃特別自治市と6カ所の広域市、8カ所の道と1カ所の特別自治道、計17カ所に設置されている。基礎自治団体は地域住民と直接の関係を結ぶ自治団体で市、軍、自治区がある。 広域自治団体の下に置かれる基礎団体はソウル特別市が自治区、広域市は自治区と軍、道は市と軍がそれぞれ設置されている。なお特別自治道と特別自治市に基礎自治体は設置されていない。行政区画として自治区の下にはほらが、軍の下にはゆ面里が、市の下にはほら有、ゆ面里が設置されている。 自治区はもともと市の下部組織に過ぎなかったが1988年の地方自治法全面改正で基礎自治体として独立した自治体となった。これにより住民生活の身近な業務に関しては自治区が担い特別市と広域市は市域全般に関係した行政サービスを担うこととなった。なお、人口50万人以上の市は 2にで区を設置することができるが、あくまで一般行政区であって、自治区ではない。リアキヒロ大統領直属の、地方行政体制改変推進委員会は2012年6月13日、全国36カ所の市、区、軍の統合と、特別市と、広域市のもとに設置されている、基礎自治体における主張の任命制導入と議会を、廃止することを柱とする、 地方行政体制の再編計画を発表したが、基礎自治体の権限を縮小するものであるため、各基礎自治体から強い反発も予想されている。ほら、言う、面には、自治区や市おび、軍の出先機関が置かれ、第一線の行政機関として活躍していたが、交通や通信の発達によって、その機能は縮小されてきた。 そのため1998年以降、有、面、ほらの担当をする行政事務は民願いや社会福祉業務に限定され、それ以外の業務は市や軍に集中されることになった。これによって生じた施設の空きスペースには住民の福祉や文化などのサービスを提供する住民自治センターを設置し、センター運営の中心的役割を担う組織として、 住民自治委員会も設置されることになった。まず99年に94地区の278道がモデル地区となり、センターが設置され、事業推進過程で出てきた問題点を補完しつつ、2001年には全てのホラが対象として実施され、2007年6月末現在では、設置対象となっている1688箇所、中1 6 7 6箇所に、 自治センターが設置されている。また、農村地域でも2001年に31カ所のユート、メインがモデル地区となり自治センターが設置された。その後、農村地域の特殊事情を踏まえつつ、全身的に進められているが、2007年6月末現在で、設置対象1898カ所中928カ所に自治センターが設置されている。2013年現在、 自治センターは全国2734カ所に設置されている。地方自治団体が処理する事務は大きく分けて自治事務と委任事務の2つがある。自治体固有の業務で自治団体がその権限と責任で行う業務である。なお業務に必要な経費は自治団体が全額負担する。地方自治法では57項目が列挙されている。 法令に基づいて国家あるいは上位自治団体からその処理を委任され委任者の統制を受けて執行する事務。委任事務に関してはさらに団体委任事務と機関委任事務の二つに分けられる。団体委任事務地方的な利害と全国的利害、両方の利害を合わせ持つ事務。これにかかる経費は自治団体と政府が分担して負担する。そのため、地方議会も 部分的関与が可能で、中央政府は、事後監督の形で関与する。など、機関委任事務自治団体の執行機関である、自治団体長に委任される事務。全国的な利害がある事務、もともと国家が関与すべき事務であるが、便宜や、利便などを緩和にして、自治団体長に委任して処理する事務。そのため、地方議会の関与は、不可能。など、自治団体には、 執行機関として団体長が、そして議決機関として地方議会が設置されている。自治団体長は住民の直接選挙によって選出される。任期は4年で、継続在任期間は3期までに限られる。被選挙権は25歳以上の韓国国民で、60日以上当該地域に住民登録をしている住民。団体長が欠けたときは、 補欠選挙が実施されるが、残余任期が1年未満の場合は、補欠選挙を実施しない場合もある。ソウル市議会庁舎任期2年の議長、副議長と、任期4年の議員によって構成されている。地方議会の議員定数と選挙制度については、公職選挙法によって定められている。非選挙権は25歳以上で、選挙日現在で60日以上居住しているもの。 選挙制度は、広域議会と基礎議会のともに、地域区と比例代表の並立性で詳細は以下の通りである。基礎議会では2006年に至るまで政党候補もは禁止されていた。地方自治法では、直接賛成制度として以下のような制度を設けている。条例制定、開配請求権監査請求権議員。 主張の会食請求権として、住民召喚制度住民投票住民監査、請求住民訴訟前科を持った候補者が多数、当選するため公人の倫理意識の欠如を疑う、声もある。2016年の第6回統一地方選挙で1回以上の、前科持ちで当選した者は1418人と、選挙中央委員会により発表され、 当選者3952人のうち全科持ちが35.9%にを占める結果になった。2016年の全科者当選者数は2012年の第5回全国同時地方選挙当選者の10%を占め99人を3倍も超える選挙結果になった。全科件数別では1件が830人、2件が328人。 最高級権の前科者も4人に上った。前科8件が4人、7件が5人など、犯罪経歴が5回以上の当選者は47人だった。前科のある当選者1418人のうち市長、同知事は4人、教育長は8人、地方自治体主張は74人、広域市議員と基礎自治体議員は311人で、 経営1 2 1人だったなど中央日報は、統一地方選挙の候補者公開の時から、前科者の遊び場と揶揄していた。ありがとうございます。